さんこんにちは、ゆうべしです。今日の動画はですね、じゃじゃーん、ナチュラル系女子の冬のアウター特集ということで、私のお気に入りのねアウターを7着紹介していきたいと思います。本当に長年愛用しているお気に入りのねアウターから、最近購入したアウターまで本当にたくさん紹介していきます。プチプラから本当に長く愛用していきたいようなそんなアウター、そしてまあショート丈にロング丈など、本当バリエーション豊富に今日は紹介していきたいと思うので、ぜひ最後までご覧になっていってください。それでは動画どうぞ。動画始まりました。まずはショート丈編からお送りしたいと思います。まず1着目は、せーの、切ってったー、切っておりました、こちらのアウターです。実は無印良品のアイテムで、再生ウルコンショートコート9990円のアイテムです。カラー展開は2色展開あって、私はダークネイビーのカラーを購入しました。サイズ展開は6展開あって、身長160センチの私は M サイズを購入しました。こちらのアウターのですね丈感シルエットはこんな感じです。はい、今私開けてきてるんですけど、こんな感じで締めてきたりとかしてもすごく可愛いシルエットです。丈感はお尻の半分くらい隠れる感じの丈感で、このお袖のところとか、こう全体的に割とゆとりのあるシルエットなので、中にちょっと厚めのニットとか着ても大丈夫そうです。このアウターはですね、私展示会の段階からも一目惚れしまして、これだと思ったんですね。ナチュラル系のお洋服が好きな私とかにぴったりくるようなそんなアウターで、きっとみんなもこのアウター好きなんじゃないかなと思います。そう、実は襟がちょっとね大きめデザインになってるんですよ。この大きめデザインのところが、ほんとこうナチュラル系のお洋服が好きなみんなとかにすごくしっくりくるんじゃないかなと思います。襟が大きいけど、そんなにこうブリブリした印象とかではなく、大人っぽい落ち着いた感じとかもちゃんとあるのが、さすがこう無印良品さんだなと思って、本当に私服コーデにはもちろん、お仕事とかに行く時とかもおしゃれに着れる、そんなアウターなんじゃないかなと思います。一応素材感としてはまあこんな感じで書いてありまして、厚すぎず薄すぎずで、軽さも結構軽いアウターなので、本当にこう疲れることなく着れるかなと思います。しかもこれね、再生ウールを使用してるんだって。無印良品の新宿のプレオープンの時とかにも、開発担当の方とかにいろいろ話聞いたんですけど、回収したウール製品や生産工程のハニレの生地を粉砕し、再度紡績した糸でしっかり織り上げましたということで、環境とか地球にも優しいような感じで作られてるアウターっていうところもすごく嬉しいポイントかなと思います。カラー展開もすごくねやっぱ可愛くって、いやすごくね悩んだんですよ、ブラウンと。だけどこのネイビーが結構ねブラック寄りのすごく使いやすいネイビーで、私のじゃんコラボトレテのこのねレッドとかともとっても相性良さそうで、今回はこちらのねネイビーの方を購入してみました。ということで次行きましょう。次じゃん、続いてはこちらのアウターです。スタディオクリップのフード付きアソートキルトブルゾン、税込み6600円のアイテムです。カラーは4色展開あって、私はねこの柄物のタイプのフラワーの方を選びました。サイズはですねフリーサイズです。だけどねこうオフホワイトの方とかはコーデュロイ素材だったりとか、素材とかこうデザインの違いが結構全部それぞれ違うので、割とねこのどのアイテムもそれぞれの良さがあるような、そんなアイテムです。丈感シルエットはこんな感じです。はい、ちょっと丸みのあるシルエットで、すごく優しい雰囲気もあるので、ナチュラルコーデにとてもぴったりだと思います。このアウターもですね、袖のところとかこういったところとかも割とゆとりがあるので、これも中にちょっと厚めのアイテムとか着ても大丈夫かなとは思います。そしてまあ丈感は、お尻はちょっと隠れないくらいの短めの丈感ですね。なので本当にこういろんなアイテムとこうバランスよくスタイルアップして合わせやすい、そんなアウターかなと思います。私お店で見て色とか柄とか素材とかがこう違うとね、雰囲気が違うのでちょっと悩んだっちゃ悩んだんですけど、やっぱりこの花柄がすごく可愛いなと思って花柄にしました。大人な落ち着いた花柄で、まあ、丸みのあるねショート丈の可愛らしいアウターではあるけど、子供っぽくならない、ちゃんと大人っぽく大人可愛く着れる、そんなねアウターかなと思いました。なんか素材はこう中綿がこう入っていて、まあ、そんなにこう分厚い感じではないんですけど、ちゃんと暖かさもあるし、すごく軽くて着心地がいいです。そしてですね、このアウターすごいんですよ。そう、すごいの。襟元の部分、今私結んでリボンみたいにして着てるんだけど、こんな感じで垂らして着てもすごく可愛いし、実はこうやってねフード付きのアウター
ターなんですけど、このフードの部分を取り外してもね、また雰囲気が違う、すごくスッキリとした印象のこうアウターになりまして、もう一度で二度おいしい、しかも価格もそんなに高くない、めちゃめちゃ優秀なアウターなんですよ。ポッケも結構深くて、スマホもねスッと入ってしまうし、かなりいいアウターなので、ぜひみんなもチェックしてみてください。それでは次に行きましょう。次、続いてはこちらのアウターです。こちらのアウターはですね、実はこのユニクロ C の動画でも詳しく紹介してるんで、ぜひそちらもね合わせてみてほしいなと思うんですけど、いやーこれもねめちゃめちゃいいアウターです。こちらのですねサイズ感シルエットはこんな感じです。はい、後ろが若干ちょっとこうね、ゆるやかに長くなってるような感じのデザインですごく素敵だし、この内側の部分にこうキュッとこう絞る部分とかもあったりとかして、若干こう裾の部分のシルエットを変化させたりっていうところもこうできるので、そういったところめちゃめちゃいいし、これもですね結構ゆとりのあるオーバーサイズなシルエットなので、いろいろと中に着込んでも大丈夫そうな、そんなアイテムです。ユニクロ C 最初はちょっとかっこいい印象の新しいコレクションなのかなと思ってたんですけど、意外と着てみたらこのアウターとかもちょっとこう丸みがあって、優しい印象とかにも着れたりとか、他のアイテムも結構ね、あの私でも使いやすいアイテムとかがたくさんあって、本当にいいなと思ったんですよね。襟元、実は襟元がコーデュロになっていて、このね襟元の素材がちょっと違うところもまたまた可愛いです。そしてまあ生地感とか温かさなんですけど、こんなにこうね厚い印象もなく、すごく軽くて着心地のいいあのアウターなんですけど、実はですねこれ、あのユニクロとトーレが共同開発した機能性中綿が入っているらしく、こう見た目以上にちゃんとこう温かさもあるような、そんなアイテムなんじゃないかなと思います。ぜひユニクロに行った際にはチェックしてみてください。他にもですねユニクロで実はあのボアのジャケットとかも買ってて、こちらの動画で詳しく紹介してるんで、こちらもぜひよかったら見てみてください。ということで次行きましょう。次、続いてはですね、ずーっとね長年愛用しているめちゃめちゃお気に入りのアウターです。トラディショナルウェザーウェアの元名品ですね、アークリーっていうねアウターです。値段はちょっと高いんですけど、29,700円のアイテムで、カラーは4色展開のアイテムです。サイズは32から38のサイズがありまして、私は36のサイズを愛用しています。こちらのアイテムのサイズ感シルエットはこんな感じです。コンパクトなあのシルエットのアイテムで、中にそんなにこう厚いものとかを着たりとかすることはできないんですけど、中にねこういったハイネックとか合わせてちょっとこうスタイリッシュに着るのすごく素敵だし、真冬とかはアウターの下にこれを着たりとかして着ることもできるので、万能なとても優秀なアウターです。本当にですねこのアイテムは私自身毎年買ってよかったなって思えるアイテムで、トラディショナルウェザーウェアっていうねブランドの毎年人気の定番のずっと愛されてるようなね、そんなアイテムです。なんといってもこのゴールドボタンがめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。イギリスの雰囲気をしっかりと感じられるような、本当にね素敵なアイテムだなと思います。ポッケもねちゃんとついていて、私はこのショート丈のアークリーを愛用してるんですけど、ロング丈のアイテムとかもあるので、そちらもねみんな合わせてチェックしてみてください。でね、私このアウターに関してはじゃん、はい、こちらのオニールのチェックのお気に入りのスカートがありまして、このスカートと合わせてね着るのがめちゃめちゃブリティッシュな雰囲気でおしゃれですごく好きなんですよ。チェックスカートが好きなみんなとかはぜひねこのアークリーチェックしてみてほしいなと思います。ということで次行きましょう。次、続いてはロングコート編いきたいと思います。1着目はこちらのロングコートです。かわいい、シャンブルのツクル&リンのアイテムで、レディースロングコート税込み8,789円のアイテムです。カラーは3色展開ありまして、私はダークグリーンのカラーを購入しました。サイズは M から LL の3展開で、私は M サイズを購入しました。サイズ感シルエットはこんな感じです。程よく長めの丈感でこうストンと落ちてくれるような、そんなシルエットなので、カジュアルにも上品にもどっちにも着れそうな印象だなと思いました。腕のところの幅とか全体とかも結構ゆとりがあるので、これも中に厚めのアイテムとか着たりとかしても全然大丈夫そうだなという印象です。
す。そしてですね、素材感とか着心地なんですけど、薄すぎず厚すぎずな厚さで、メルトン素材でできていて、見た目以上にとても軽いような、暖かさもちゃんとあるような、そんなアイテムで、私はですね、特にこの色味がすごく気に入っていて、上品な落ち着き感もありながら、こう全体がこう暗く見えない、そんなアウターをね、これもかなり重宝するなと思いました。ポッケも結構ね、深めのポッケがついているのが、まあ、すごく嬉しいなと思うし、こういった長めのコートとかで腕とか動かしづらかったりとかするやつもあると思うんですけど、これはねすごく動かしやすくてめちゃめちゃいいです。本当にですね、1万円以内のアウターには全然見えないです。そう、めちゃめちゃ高見えする、そんなアウターかなと思って、さすがシャンブル、めちゃめちゃねこれも大活躍すると思います。ということで次行きましょう。次、続いてはですね、指し今年思い切りました、一目惚れな、もう本当に長く使いたいなと思う、すごく素敵なアウターを、そう買っちゃいました。こちらです。はい、めちゃめちゃこの広がる感じとかすごい可愛い、アデュートリステスの A ラインロングコート、税込み7700円のアイテムです。カラーは3色ありまして、私はパープル系その他のアイテムを購入しました。ヒゲカンシルエットはこんな感じで、このね A ラインに広がるシルエットがとっても素敵なのと、本当に生地がたっぷりとこう使われていて、歩くたびにこのねアウターが揺れる感じがとっても可愛くて、思い切って購入しました。みんなさ、アデュー知ってるかな、きっとみんなも好きになるブランドだと思うんだけど、私もこうリンネルの撮影とかでもねたくさん着させてもらったりとかして、よりそのブランドがすごく好きになったんだけど、レースや刺繍、花柄のワンピース、いつか見た絵画のような色合い、クラシックで甘さのあるものにモダンな要素を取り入れた服を自由に楽しむ女性のための日常にっていうのがあのテーマのブランドで、本当にねあの素敵なブランドなんですよ。私的にこのチェックもすっごく一目惚れしちゃいまして、イタリア製のシャニーチェックらしくって、大人っぽい上品な印象もあるような、そんな素敵なチェック柄で、他には見ないチェックだなと思って一目惚れしちゃったんですよね。この襟の部分とかも程よくこう抜け感がありながら、この重なってる部分とかがすごくこうクラシカルな印象でとっても素敵だなと思いました。そして、まあ、着心地なんですけど、一見ね生地がたっぷり使われているので重いのかなと思いきや、見た目よりも全然軽くってすごく着心地もいいんですよね。今私が履いてるみたいなロングスカートとかとも相性良かったりとか、結構カジュアルにデニムとかをね合わせたりとかするスタイルもすごく素敵なんじゃないかなと思います。これを買った日、本当に久々にパートナーと一緒に東京駅のキッテっていう商業施設があって、そこに何も買う予定なしにフラッとね遊びに行ったんですよ。でそこでもう本当に一目惚れして、パートナーもこれ似合ってるねということで、いいねってすごい言ってくれて、思い切って決めました。ということで次のアウターいきましょう。次、最後のアウターはこちらのアウターです。もう本当に長年愛用しているアウターで、3年目ぐらいのアウターなんですけど、毎年同じ形のものが実は出ているアウターで、フィグロンドンのエアリアルパイルコート税込み 37,400 円のアウターです。サイズはフリーサイズです。カラー展開はブラックとマスタードとピンクの3色今年出ていて、私はですね、まあこの定番のブラックを愛用しているのと、レッドのカラーも実は持っていて、今年は売ってないんですけど、レッドのカラーも大愛用しています。こちらのサイズ感シルエットはこんな感じです。生地がすごくたっぷりと使われていて、この A ラインに広がるシルエットがすごく可愛いのと、袖の部分が結構広めで、この袖がねパフッとしてる感じがナチュラルでおしゃれな雰囲気で、ブラックとかあるけどそんなにこう堅苦しくない可愛らしい印象があってすごく好きなアウターです。これも薄すぎず厚すぎずな厚さで、エアリアルパイル素材っていうのがすごく見た目以上にちゃんとこう軽さもあるような、そんな素材感で、すごくあのストレスなく着ることができます。私はですねこのアウターに赤のこのベロアレッドのコラボトルテを合わせるのが絶対可愛いなと思っていて、こんな感じで今年の冬は着ようかなというふうに思っています。このアウターは本当に寒い時期とかでもちゃんと着れるアウターで、これで一冬越すこともちゃんとできるなっていうふうに思う。本当に冬とか真冬とかめちゃめちゃ大活躍します。ブラックのアウターとかでもこうかっこよくなりすぎない、ちゃんとこうナチュラルで可愛らしい印象もあるアウターが欲しい、そんな方にすごくおすすめなアウターだと思うので、みんなチェックしてみてください。
ということで、ナチュラル系女子のアウター特集でした。やっぱりアウター選びとかってすごく悩むところかなっていうふうに思うので、この動画がねみんなの参考にちょっとでもなってれば嬉しいなって思います。ということでですね、この動画が面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまたー。